こんにちは。こんにちは。始まりましたときめき韓国語。はい。じゃあ今回の表現はこちらになります。じゃあ안목이있다。안목이있다。じゃあ、はい、言ってごらん。안목이있다。있다。うん、見る目があるという表現ですね。これは使うね。うん、使うね。じゃあ안목、これが見る目、はい、うん、あるが있다、はい、で안목이있다と言います。안목이있다、うん、と韓国では안목이높다の表現もありますね。これは同じ表現で、見る目が高いという表現なんですけど、これは日本では高いという表現は使わないんですよね。あまり聞かないね、うんうん、韓国では안목이있다と안목이높다、높다、안목이높다、同じ表現になります。はい、うん、안목이있다、안목이없다。まあ例えばもう服見る目があるっていうよね。ああ、うん、センスがいいみたいな。センスがいいとか、うん、옷을보는안목이있다、はいはい、うん、とこういう表現に、あ、こういうな使い方で使われてるのよね。안목이있다、안목이높다。じゃあ逆の表現で안목이없다、見る目がないっていうよね。はい、うん、それは안목이없다、안목이없다、없다。안목高いの、あの逆の表現は低いだよね。低い、はい、だから안목이낮다、低いが낮다、안목이낮다、안목이낮다、うん、整理すると안목이있다と안목이높다、逆の意味は안목이없다と안목이낮다、うん、と、うん、使われているんです。はい、なるほど。はい、そういうことですね。じゃあ最後にちょっとケイタにちょっと発音してみよう。はい、うん、안목이있다、안목이있다、うん、안목이높다、안목이높다、うん、안목이없다、안목이없다、うん、ないね。次は안목이낮다、低い、안목이낮다、낮다、うん、そう。じゃあ今日はここまでですね。はい、はい、じゃあ皆さん復習してくださいね。はい、じゃあではさよなら。じゃあね、あんにょーん、あんにょーん。同じ会社で、ある会社で作られた2つのケチカピ。はい、はい、じゃあこれですね。넌먹을때가제일예뻐、넌먹을때가제일예뻐、君は食べる時が一番綺麗という、なるほど、ああ、そうですね。